新井選手です。悔しい敗戦となりました。90分振り返っていただけますか。まあ、自分たちの意図した形っていうのもある程度出せましたけど、やっぱり最後のところの勝負強さっていうところで、そこがまだ足らないところかなっていう印象を受けましたね。試合開始からずっとラインコントロール選手たちに声かけてましたよね。でもちょっとここ何試合かに比べると少し怖がっている部分もあって、もう少し積極的にコントロールできる部分もあったかなっていう反省はあります。次節川崎と厳しい戦い続きます。次節に向けてお願いします。まあ、相手もまた強いですけど、しっかりホームですし、勝ち点3を、サポーターも待ってると思うんで、しっかり戦う姿を見せて勝ち点3をみんなで取りたいと思います。ありがとうございました。